岡田さん、こんにちは僕は最近の声優さんの演技に対し違和感を持っています小賢しい声の偏調や入れなくてもいいようなわざとらしい語尾の息、うん、こういう感じなんでしょうね空気感の伝わらない話し方など昔の役者さんならしないような演じ方の数々そんなことばっかり気にしてしまい最近ではアニメを見る機会が減りましたなぜこうなってしまったのでしょうか本当はもっといい演技ができると思うのにというですねうんとね まあ、宮崎駿も同じようなことを言ってますよねであの言ってることはわかるんですけども声優さん側からするとそれ違うんですよね。えー、とね声優さんってもともとテレビの洋画あの海外映画主にハリウッドの絵をです、ね、テレビでオンエアする時に日本テレビでオンエアするきに昭和30年代とか40年代ってみんなあの映画洋画を見慣れてないわけですよね。 で日本の映画は見慣れてるんだけども海外の映画は見慣れてないでそういううな人たちに海外の映画を見せる時もしくは海外のテレビドラマ見せる時に出てきた職業というのが声優さんなんですよ。で声優さんの役割は何かというともちろん、まあ、そのセリフを日本語化して演技つけて言うというのもあるんですけども実は一番大事なのはですねニュアンスのなんだろうマシマシなんですね。 っていうのは、えー、例えばボディーサインでも僕らが知ってるサムアップ親指を上げるんだったら OK っていう意味でここでこういうふうにするとそれはいわゆるなんとかということですねっていうふうにですね、まあ、比較的日本で知られるようになったようなボディーランゲージもあるんですけども海外のです、ね、人たちのしゃべる時俳優さんがしゃべる時のですねそのノンバーバルコミュニケーションと言えばいいのかな。 セリフにはなってないんだけど体全体で伝えたり表情でやったりするようなことってですねあのほとんど当時の日本人には理解不可能だったんですね。例えばアイボールコンタクトっていって相手の目を離すっていうのは誠意の表れなんですけどもところが日本の演技で,です、ね、アイボールコンタクトをやるとそれは相手に対する反感の表れだったりするんですよ。つまり えー、反感を持つと相手をにらみつけるになるんですけども海外の映画を見るとですね相手をにらみつけてるように見えてそれは誠意がある対応してるっていうこのすれ違いがあるんですね。でこのギャップを埋めるのが声優さんの仕事でもあったんですよだから声優さんの演技っていうのはその洋画の吹き替え時代から一貫して絵で足りないもしくは画像で足りない部分のニュアンスを演出家の意見に従って増すんですね。 減らすとかもだからそうするとマシマシになっていまだに洋画吹き替えファンっているじゃないですかあれ何なのかっていうとその演技がでさてここでアニメーションというのが誕生してテレビアニメというのが誕生してテレビアニメというのが毎週放映されるようになったら。 そこでですね、俳優さん以外に声優さんが入ってきたわけですねで。声優さんが入ってくると、次はどうなるのかというと、鉄腕アトム動かない問題っていうのがあるわけですね。手塚治虫さんがですね、あの、虫プロを作ってですね、鉄アトムを作った時に、ちょっと待てと、あの、東映がやってるような劇場アニメだったら、普通の俳優さんを呼んできて演技させても成立すると。なんでかっていうと、絵がめちゃくちゃ動くからなんですね。ディズニーにしても、東映のアニメにしても、絵がめちゃくちゃ動くんですよ。 そうなると普通の演技でいいんですけども、ところが、ちょっとまあ、こんな頭が口開けてるだけなんです。で、この口開けてるのをなあ、よーし、許さないぞっていうセリフが入る場合もあれば、どうしたことなんだろうっていう場合もあれば、ん博士に相談しようっていうのも全部、この絵なんですよ。この絵の止めなんですよ。そうなると、声優さんのマシマシ演技で <laughs> やるしかないわけですね。で、 <laughs> <laughs> それがこれがまあベースにあるわけです、ね、昭和30年代40年代50年代ずっとですか1960、まあ、年代70年代80年代ぐらいまではまし増し演技の時代だったんで,すよでそっからですねまあアニメーションというのは絵が動くようになったんですけど相変わらずんだろうな予算と時間には限りがあるんですよ。 あの時代が進んでもです、ね、アニメーションの予算とスケジュールが増えた試しがないわけでですねそうなると動くところと動かないところがあるわけですね。で,でなったらですねそのなんだろう例えばそのアニメでよくあるです、ね、口元を見せて「それ本気で言ってるの?」みたいなシーンあるじゃないですか。あれ実写でやらないですよね。 アニメーションではよくあるそれ本気でやってるのってフレーム口だけによってやってる演技っていうのをあなんで実写やらないのかというと実写ではニュアンス伝わらないんです実写でそれを何だろうマシマシ演技でやっちゃうとものすごい何だろうな役者の悪乗りかコントみたいになっちゃうんです でもそれはアニメーションではやると。それはアニメーションっていうのは基本的に漫画の進化系だから漫画の小回りのフレームが自由自在に動いてカット、カットごとにですね、そのものすごいクローズアップになったりすごい引いたりしたりなんか危なっまるな場所にカメラがあると。これ当たり前じゃないですか。あの普通の会話劇ですら急に斜め上からのアングルでアニメーションって 撮ったりしますよね。別にあの何だろうなファンタジーもの異世界ファンタジーもので2人が会話するシーンでもですね、急にロングになったりですね、斜め上から撮ったりするんですけども、あんなの実写で絶対やらないです。よ。それなんでかっていうとそのなあの。 絵が持たないからっ,ていなとないっていうのはころででもあるんすこれを実写でやると本当に風景がいいところに行っていわゆるマジックタイムっていわれる夜明けかなんかこう日が沈む直前のです、ね、時間帯にとって風が吹いて木が動いてて雲が流れてっていうすべての素材が生で動いてるからこそそういうのってかっこよく見えるんですだからそうすると固定フレームカメラ据えっぱなしでもできるんですけども。 アニメでそれやってもですね、なんか全ての素材がなかなか動いてくれない。もう宮崎駿が本当に渾身の力でこういうふうに自然に演技させろと言っても、風立ち雲の風が吹いて湖がさざまに立つシーンとかですね、もしくは魔女の宅急便の危機が一番最初にですね、野原で寝てて風が吹いてきて決心するシーンっていうのはですね、散々手間をかけて実写では当たり前にできるようなことがやっとアニメーションできるのはですね、基本的にやっぱ絵の説明力っていうのは アニメは、は実足りないんですよ。足りない代わりに強調ができるとあの写真と絵の違いっていうのは見せたい場所を強調できるのがイラスト絵の強みですよね同じようにアニメーションの強みっていうのは実写に比べて見せたい場所を強調するなんですよだから口だけのアップで「それ本気なの?」っていうシーンがあるんですね目の演技を見せないことによってあえて強調すると。だからその中の 声優さんの演技なんです。アニメーションという全体の中の演技だからやっぱりその何だろうな息遣いとか語尾の作り方とかですね声を変調させるっていうふうなことをやってもう作画も背景も声優も全力でマシマシしないと実は案外見れる映像っていうのは作れないっていうことだと思いますね。 これはです、ね、別に手書きのアニメーションに限らずですねあの新しくシリーズが始まった「降格機動隊の」あの全部フ古 CG のやつを見てもやっぱ声はマシマシ系にしないと成立しないので,です、ね、あここら辺はですねなか,なかなかこれを声優さんが「うんたらかんだら」っていうふうに非難するのはちょっとかわいそうなんじゃないかなというふうに僕は思います。